A.C. ロー、AC. ロー4世、EC. ロー4、1985年1月25日台は、アメリカが州国テキサス州ガラス出身のバスケットボール選手。身長191センチメートル、体重88キログラム。主なポジションは、ポイントガード。キムボール高校では、チームのエースとして活躍し、 三年生の時には17.8得点6.0アシストの成績を残した。テキサス州チャンピオンシップ決勝戦では、相手チームのハーフコートからのブザービーが決まり、無念の準優勝となったガローは、大会 MVP に選出された。また地元市ダラスモーニングニュースにおいて、オール、エリアチームに三年生として、唯一選出された。 高校でも名の知れたプレイヤーであったローには、オクラホマ大学、オクラホマ州立大学、コネチカット大学、ヒューストン大学、ジョージア高科大学などからリクルートの誘いが来ていたが、実家に近いテキサス A&M 大学に進学。名コーチメルビン・ワトキンスの指導を受ける。大学1年目は、チームの成績が悪く勝てない状態が続いたが、ローは徐々に頭角を現し、 一年生ながら27試合中12試合で先発の座を獲得した。ビッグ12カンファレンスにおいては4位の選手とされ、新人の中では最高位であった。大学2年目は成績不振を理由にコーチのワトキンスが解雇され、大学側はビリー・グリスピーを招聘した。当初グリスピーの激しい指導についていけなかったローは転校することを真剣に考えたが、シーズンに入ると、 チームの成績は大幅に向上。同個人の成績も過去最高のものとなり、ビッグ12カンファレンス3位の選手となった。大学3年目は、大学史上4人目の通算戦得点、300アシスト、100スティールを達成。平均17.3得点、3.4リバウンド、4.0アシストをマークし、老が5アシスト以上した試合の戦績は10勝2敗。 チームは1987年以来となる NCAA トーナメント出場を果たし、初戦で強豪シラキウス大学を破った勢いのままに、スイート16決定戦まで進出したが、ルイジアーナ州立大学との試合では、ラスト18秒でが55から57となるショットを決めるも、その15秒後に逆転スリーポイントシュートを決められ、敗退した。大学4年目となった2006年、 テキサス農工大学は全米6位にランクされた。これは同大学史上最高のランキングであった。チームは16勝2敗と好調な出だしを見せ、2007年2月1日、ローはボブクージー賞の最終選考にノミネートされた。この年のカトーナメントにおいて、ローは序盤はフィールドゴール成功率が3割前後を推移するなど苦しんだものの、 勝ち進むごとに、本来の調子を取り戻し、持ち前の勝負強さを発揮して、ビッグショットを連発。チームは1980年以来のスイート16、進出を決めたが、その後大会、第2シードの強豪メンフィス大学と対戦し4から65、で席敗。ローの大学キャリアは幕を閉じた。この年、ローは espn.com とスポーツイラストレーテッド氏のオール。 アメリカチーム、ダラスモーニングニュースのビッグ12カンファレンス MP に選ばれた。またボブクージー賞にも選ばれている。2007年6月28日、アトランタホークスからドラフト1巡目11位で指名を受けて NBA 入り。同年11月6日のニュージャージーネッツ戦でデビュー。シーズン平均4.2得点、2.0アシストの成績を残したが、 得意のスリーポイント成功率は20.6%、フィールドゴール成功率も40%に止まったほか、右足首の捻挫で10試合を欠場した。2009年の NBA ドラフト開催日の2009年6月25日、ホークスが1巡目で、ジェフティーグを指名したのに伴い、スピーディ、クラクストンと共に、ジャマール・クロフォードとの交換でゴールデンスートウォリアーズに、 放出された。2009から10シーズン、ルーキーのステフィン・カリーとの争いに敗れる形で、11月16日、スティーブン・ジャクソンと共に、ラジャベル、ウラジミール・ラドマノビッチとのトレードで、シャーロット・ボブ・キャッツに放出され、さらに2010年2月18日、ロナルド・マレー、将来のドラフト一巡指名権と共にタイラス、トーマスとのトレードで、シカゴ・ブルズへ移籍した。 2010年8月5日、メンフィスグリーズリーズと1年契約を結んだが、11試合に出場した後、12月4日に解雇され、同年12月9日、フルスのゴールデンステートウォリアーズと契約を結んだ。2011年7月、ABA リーグの KK パルチザンと1年契約を結んだ。2012年1月、GBL のオリンピアコス BC に移籍。 同チームは2011から12シーズン、キリシャリーグとユーロリーグを制した。長距離からのシュートを得意とするクラッチシューター。大学時代は試合の大事な場面でビッグショットを次々と決めることからキャプテンクラッチとあだなされた。また、アシスト数でも常に上位にランキングされるなど、非凡なパスセンスを兼ね備えている。高校時代、 利き腕の右手を故障したが、試合に出続けるために、左手でシュートを打つようになる。怪我から回復した後は両手でシュートを打てるようになったが、左手からのロングシュートは苦手としていた。大学時代、ビリー・グリスピーによって、右手の親指の使い方を強制されてからは、左手シュートも大幅に改善され、老自身の強力な武器となっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。